い、始まりましたモンスターストライクのコーナーでございます。コーナーでございます。突然来たね、コーナーこのコーナーもやってきましたね。他に何のコーナーやっていきましょう。私が FB37 です。ビヨンビヨンビヨン、ゴムビヨン、アロマットです。えです。見てください、ちょっとゴムビヨンさん白黒できっかり分かれてる。ほんとだ、闇の戦士と光の戦士じゃん。今気づいた、初めて。オセロかよ。なんでお前らそんな黒好きなの。オセロだって。俺は仕方ないだろ。やんないといけないから。いや俺黒大好き。これでオセロの最初だ。完璧にオセロだね。おかしいことになった。うわいや、ね、やっぱり背景もホワイトと黒だから。なるほどね。統一感が今日あるからというわけでやっていきましょう。本日はですね、ドゥン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 、ゴジラ VS エヴァンゲリオンキャラ。VS なんつった。ゴジラ VS ゴジラ VS エヴァンゲリオンのコラボ、はい、ガチャが来ておりますので、はい、ちょっとそちらの方やっていきましょうということですけども、はい、まあ、まずですね、ゴジガチャいきましょう。これはですね、星4のキャラを後ろでえって言ってないじゃん。持ってないけど俺。さっき言ってたやん、さまずゴジガチャやるかみたいな。いや言ってたけど、こいつ全然頭に入ってなかった。その場のその部屋にいたらさ、普通会話意味入ってくるよね。そうだね。いや俺トイレ行ってたね。行ってないね。いたね。いたいた。絶対いた。お前らやれよ。お前はモンマガケンチでも出してフレンドガチャする。そうだね。モンマガケンチ呼んでやって。じゃあゴジガチャをまず10連ずつやっていきます。ないよ。はい、じゃあ。そんな持ってんの。いや違う違う、あのね、あーね、ツイッター投稿でさっきもらったはずなんでね。あーそっか、ツイートすればもらえる。これでもらえば、そう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 、これでね、30個もらえますんで、29とか。他は、他は何もらえるの。あー他、他重心玉と、最初持ってるのクボイスで30円。あ、そうなの。やっていきましょう。じゃあまず、まあこれはもうパパッとやっちゃいましょう。軽い感じで。おお、初めて見た。なんか街が燃えてると星5確定。これね、ゴジラの首やばいね。ゴジラの首やばいよ。まあ、これどんだけ引けばさ、星5運極みになるの。何がいいんだっけ。うわあらららら、まあそんなもんでしょ。まあこんなもんか。スペースゴジラとラドン。ラドン、はいはい、2種類。いやこの調子だとやっぱ運極みまできついな。そうだね。じゃあキックいって、はい、じゃあいきますよ。メカゴジラ、モスラ、キングギドラがいいのか。 あとバトラーか。あ、そうそう、4種類いんだよね。ほい。ただ一応運5とかで出るから。ゴジラの首が、首の骨が折れたところ。20匹ぐらい出せば運極みになるんだよ。おっ、あ、でもキック引いてないんじゃん。あ、俺まだ引いてないわ。はい、どうどう。わー、分かった分かった。これもう街燃えなきゃほぼ無理じゃない。街燃える。おー、ゴジラか。あ、お前ちょっと間違えたの今。これでも、あ、あ、あ、これは出た。おー、メカゴジ。メカクッパ来た。メカクッパ来たね。どんどんぶつけてこ。だいたい10連に1体ぐらいか。あ、なるほどね、こんなもんか。よし、じゃあアルバ行け。よし、任しとけ。さあ、アルバ何出すのかな。ガジラ。ちょっと待ってよ。あ、ガジラ。あれじゃん。よし、メカジラ。アラレちゃんでしょ。さあ、街燃えないね。あ、やば、ゴジラの首が折れた。さあ、何が出るかな。懐かしいな、ゴジラ。もう10連やって全部星5出てくる。メカゴジラ出てくる。それでも運気はみんなある。うわ、バーン。そんなもんか、やっぱ、はい、一応ね、はい、ゴジラ自体はめっちゃ手に入るらしいから、はい、あ、そうなんだ。もう7個とか6個手に入るらしい。じゃあ、僕はフレンドガチャやります。あ、やるんだ。さあ、モンマガケンチ、そういや、全く出してない。モンマガケンチ見たことないから。見して見して、モンマガフレンドガチャ自体やんないよな。やら、やらない。どんどん溜まってく。いや、なんか、そのさ、どうせまたさ、うん、ドラえもん的なことが来る。あれ、モンマガケンチで何に使うんだっけ。あの、さくらの、さくらが、あ、止まったぞ。あ、もう出たね。あ、出た。出た。簡単に出たね。俺、モンマガケンチ持ってたわ。え、なんで。っていうよりもう、さくら変えちゃった。あ、そうなんだ。うん、そ
う、さくらの、上川のイラストが変わる。上川をイラスト変えれる。そうそうそう、なんでか知らんけど、これ1個で変えれるの？1個で変える、1個で変えれるよ。おっと、後で変えよう。めっちゃ強くなるよ。マジで、うん、どれぐらい強くなるの？攻撃力30万人だよ。みんなもうそれしか使ってない。ああ、なるほど、ね、うん、もう見かけたことない。終わりや。はい、というわけでこっからが本番ですよ、言ってしまえば。エヴァンゲリオンガチ、まあ、アスエルが出てくれればいいかな。そう、俺もアスエルもうあるからな。そうなんだよね、俺も死ぬほど持ってるから。アスエルが1体しか持ってないから、うん、で今回神化できるのでその分の1体が欲しいというわけでいきます。通常アスカも1体欲しいな。神化結構使えるんだよ。神化強いよ。そう、神化使える。今ね、ちょうど来てるんじゃない、アスカ、ウディエル、あ、アスカ出やすくなってるじゃないの。無心と、あー、いきなり出てた。まあ、こんなもんかな、まあ、レイなんかめっちゃ持ってるね、ワテ。そうなの。めっちゃ持ってるね。じゃあ俺が見せてやるよ。まあ、今シントスね、持ってなかった人がね、うん、なんかこれやるのすごいいいよ。こういうシントスは星子の中で最強だから。そうなの。さあ、キックンは出しちゃうから。さあ、頼む、出て。おお、ラーが出た。うわ、アザゼルさん出た。なんで、何これ。なんでそんな。何ガチャ。なんでそんな。本当、本当に何ガチャだよ、お前。あ、消えちゃった。すごくない？ラー出たし、アザゼル出たし、うんうん、あとトール出てたね。トール。めっちゃすごい。何なんで？何ガチャ引いたの？わかんねえ。アザゼルとかクソ羨ましいんだけど、普通に。アザゼル、これで6体目ぐらい。いやー、分けてくれ。マジかよ。あげない。アザゼルはもう3体ぐらい欲しいよ、正直。よっしゃ。絶対魔法陣のクエストこれから増える。いや、増えるだろうね。よっしゃ。そうじゃ。トーやるとき、アザゼルさんめっちゃ風すごい。この流れでいくか。あー、てか、エヴァ以上、エヴァ以外も出るんだね、普通に。まあ出るでしょ。ドゥン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 。まあ今なんでそこ開いた。まあなんで開いた。勝手に押ささつ。さあ何が出るかな。まあ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 マジで俺いないんだけど、一体しかない。どんだけ死ぬんだよ。じゃあいいですか、僕最後いきます。じゃあラプラスさんお願いします。黒点出てる。黒点出てる。いいね、来てるね。いくぜ。バッハ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 。何確定か、これバッハ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 。あそこ出たじゃん。で、おしんじ。おあー、すしんですね。いやでもちょっと嬉しいな。アスエル出ない。アスエル出ないね。前も出なかったんだよな。多分だけどカオルシファも相当出にくくなってると思う。前回だってカオルシファアホみたいに出たんだけど。カオルシファアホみたいに出たわ。今回ねちょっとカオルシファ需要が若干上がったから。へえー、そうなんだ。じゃあ最後もうまた50連目いきます。わかり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 ます。アスカウリエルは若干出やすくなってると信じる。どれで俺もアザゼルさんが欲しい。あと雨のうずめとか欲しい。え？あの鳥でしょ？鳥。それやったガラスじゃん。あとアイディスもちょっと欲しい。おお！出た。これアス売りじゃない？そうだね。こいつ。神くんに。やるじゃん。ファインディングにもあげて食いたい。食えばいいよ。そこペットショップ行って買ってこい。バッカみたい。バッカみたい。来たねこれ。ちょっと最近ガチャ最悪だったから嬉しいね。確かに。今回なんかいいね。今回出るんじゃない。今回みんなそんなに出ちゃうかすぐ。正直この前の重心さより良かったんじゃない。重心さはまた別だから。か言えてるわ、まあ。というわけでですね、今回はこんな感じで。はい。はい。じゃあ全世界のみんな。バイバイ。 MSSP の打ち合わせなし劇場。
ます、こちらが、ニコニコの、チャンネル、登録になっております。こちら側お願いします。はい、でこちらが、YouTube のチャンネルになってますので、登録、ぜひ登録をお願いいたします。スマホの方はですね、概要欄の方から、登録をよろしくお願いいたします。ドゥン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 